吉シさん、この日本では、食べられなくて死ぬ確率よりも、食べ過ぎて死ぬ確率が多いって、なんか、すごい事実があるんですよね。で、食べ過ぎて太っちゃったんで、ダイエットがビジネスになるとか。でも食べられなくって、お腹すかして、体ガラガリになって、それこそ、かつてね、大東亜戦争の時に、南方戦線に赴いた兵隊さんたちは、食べ物がなくて、 戦友の死体を食べながらね生き延びてきたみたいなこともあったみたいですけどももうガリガリですよねで今私たちはいろんなものが豊かに恵まれて物や食べ物がないってことはほとんどないんですよねでも心が満たされてないから自らわざわざ死を選ぶってことがあるんですよ吉田さんの話じゃないですけどもあのもう食べ物も飲み物も環境もなくて 当然スマホや通信なんて情報もなくって生きるため、生きるのがやっと全力で食べる飲むに生命を傾けていかないと今日生きることすらできないって人は自殺したいと思うでしょうかねなんか生きることに一心不乱になってるような気がするんですよそして自分が生き残ることによって誰かを生き延びさすことができるというふうに考えて必死で生きてるのかなと 思いますよねでも私たちは水や食べ物を必死に求めなくてもそこにあるんですよねそれこそ食べれなくて死ぬってことがほとんどなくって相当な強い意志を持たなければ食べずに死んでしまうってことは非常に難しいんですよねなんか不思議な世の中だなと思うんですよ物が豊かに溢れて何もかもある状態で精神が乾いて 死を選んでしまうというね。わざわざ労力や恐怖を乗り越えて道具を用意して死のノウハウってものにたどり着く人と。あとは、ほっといたら何もしなければ死ぬ。だから今日明日を食べるものを探して生き延びるために一日の全勢力を使っていく。その目的はただ生きること。なんだこれはみたいな。生きることが保障されている国では夢がない。 生活が苦しい世の中が暗いいろんな悩みもあるでしょうけどもでも食べられないから死ぬっていうところにはなってないですよね一体どっちが幸せをこれ感じれるんでしょうか、うん、どっちなんでしょうかねはいいってらっしゃい。